一般化勾配近似は電子状態計算で用いられる局所密度近似を超える試みの一つ。一般化された密度勾配近似などとも訳される。密度反関数法では電子間の相互作用である交換相関項は電化密度で表現されるが、その電化密度は一様な電子ガスとして解かれた標識を利用するのが局所密度近似である。 現実の電化密度の分布は一様でないので、この一様とする近似を超えて、電化密度の勾配の効果を導入することにより、局所密度近似の精度を上げようという試みは、古くからあった。1985年、パドゥー等による改良により、精度が向上し、実際のバンド計算にも利用されるようになった。このパドゥー等による、 改良版とそれ以降の派生版が一般化勾配禁止と呼ばれている。一般化勾配禁止により、K の凝集エネルギーなどの精度が改善される。一般化勾配禁止には PW91、FB PW、B3 リップなどいくつかの派生版が存在する。B3 リップはパラメータの決定が経験的に行われるので、厳密にはこれによる計算結果は、 第一原理的に求められていないが、実験結果とよく合う。ありがとうございます。